にちは。今日はご提供いただいたインスタ 360-1X2 っていうカメラを使っていろんなカメラの撮り方やら編集やらこのカメラの面白いところを紹介していきたいと思います。360度ってどんなんやろうと思って結構気になってたんですけど、本当にいろんな使い方ができる、すごい面白いんですよ。その中で私が一番あこれめっちゃ使えるって思ったのが、このカメラを自分で持ちながらなのにドローンっぽい撮影ができるっていうところだったので、その撮影をぜひ皆さんに今から山登りの動画として見ていただきたいと思います。そしてですね、今ちょっとどこにいるんだって思われてるかもしれないんですけど、実はここは江ノ島でーす。眩しい、すごいもう眩しくて、私光がすごい目が弱くて目が開けてられないので日陰に移動して撮っております。そのドローン撮影の他にもいろいろ面白い撮り方だったりができるので、それをちょっと海辺でやってみたいなと思ってここに来ました。山登りゴーということで、これから山登りをしてきます。山登りで絶景をねインスタカメラで押さえていきたいと思います。ケーブルカー発見。今リフトにいます。結構長いですね。あ、やばい、なんかめっちゃ急な坂になってきた。360に変えます。うわやばい、私そういえば若干高所怖いんだった。ちょっと怖い。でもまあなんか落ちてもまあいけるっていう安心感がありますね。下がなんかそんな遠くないので。あ、いると楽しいかもしれん。この下の感じだったら。っていうか雪降ってきた。あー寒いと思った。本当はもっとなんか足元とかも映したいんですけど、なんか私カメラ落としそうで怖いので、めっちゃ顔の前に全力で両手で持ってます。あーでもすごい、本当にいい感じに雪が、冬景色。こういうなんかリフトとかってあんまり手とか動かしたりできないから怖いじゃないですか。360度カメラだとこう頑張ってこうやっていろんな方向向かなくてもいろんなとこ撮れてるっていうのはすごいいいね。360度カメラの便利な使い方また発見した。そろそろ着くかな。
はい、こちらはインスタ360で撮っている映像です。これは、インスタ360専用の自撮り棒を少し伸ばして体の横から水平に撮っている映像です。インスタ360ってすごいところいっぱいあるんですけど、まず自撮り棒が映らないんですよ。なので手軽に自分一人だけで誰かに撮ってもらっている感じの映像を撮影することができます。こちらが気になってたドローン風の撮影ですね。これは自撮り棒を少し伸ばして後ろから肩にかけて撮っています。これがその前バージョンです。手ぶれが全然ないのもすごいと思います。これがですね、高尾山名物のタコ杉っていうやつです。樹齢450歳のすごいパワーストップスポットっぽいですね。海洋のタコがあったのでちょっと撫でてきました。高尾山ここが頂上ではないのでここからまだまだ登ります。強そう。あれ、着いたかもしれん。これ頂上かな、もしかして。あ、くぐって鳴らすけど、ちょっとやり方が分かんないからやめよう。あ、山頂はまだ上でした。疲れてきた。まだかな。結構意外と人がいない。あの下まではいたんですけど、下のなんかお土産物とかがあるところにはいたんですけど、意外ともういないです。着いた。着きました。着いたぞ。599m なんだね。あ、なんとかかんとか。あ、すごい。
という感じです。すごい、どうなんだろう、カメラどんな感じ撮れてるかな。すごいいい感じですよ。あ、鐘が鳴ってる。雪が降ってきてめっちゃ寒い。なんか可愛いのがある。はい、どうでしたでしょうか。またまた江ノ島です。じゃん。360のカメラは純正アクセサリーの修理棒を使って撮影します。カメラのレンズが普通のカメラより結構突き出してて危ないので、レンズカバーとかあった方が安全に持ち歩きができるなって感じでした。この棒は結構伸びます。では今から地球を回ってきます。あ、倒れてる。これは三脚立ててたらちょっと倒れてたんですが、三脚は持ち運びやすい分ちょっと倒れやすいので、その辺は気をつけてやっていかなきゃなって感じでした。それでこの動画は早送りにしてるので早歩きしてるように見えるんですけど、本当は普通に歩いてるだけです。何周かぐるぐる歩いて回ったらこういう映像になります。すごいですよね。こういう映像って普通のカメラじゃなかなか撮れないからすごいなって思いました。これも水平にカメラを持って普通に歩くだけで撮れる映像です。これがムーンウォークバージョンです。専用のアプリを使った AI 編集で手軽にこういうかっこいい映像が撮れるので、動画とかを撮るのがより楽しくなるカメラだなって思いました。どうだったでしょうか。すごい本当にいろんな楽しみ方ができるカメラなので、私はアウトドアに持ってったりもして楽しみたいし、あと友達とかと遊び行く時もちっちゃいから本当に持って行きやすいので、ああいうので撮って思い出作りとかにもいいんじゃないかなって思いました。なので皆さんもよかったら使ってみてください。それでは、バイバーイ。